303ブリティッシュ弾、または7.756メートル MR ないし 7.7X56RMM は、最初は1888年に、リーメトフォード小銃用の黒色火薬を使用する、実砲として、次に、リーエンフィールド小銃用の無煙火薬を使用する、実砲として、イギリスで開発された。311インチ口径のライフル、カービン、機関銃用の実砲である。 1889年から7 6 2 5 1ト、mm、ル、ナトー弾と置き換えられた1950年代まで、イギリスとイギリス連邦の標準軍用実報であった。303ブリティッシュ実報の寸法。303インチは、より古い黒色化薬時代の用語体系に従った、ライフリングの山の頂点間で測定された光景の交渉寸法である。 ライフリングの谷の間で測定された交渉寸法は311インチである。多くの303インチ軍放出ライフルでは口径がしばしば309インチから318インチまでに及ぶのが見られる。標準の330法のために推奨されている弾丸直径は312インチである。この10は軍放出ライフルとともに 特にオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、またある程度はアメリカ合衆国と南アフリカでも狩猟用途に対応された。カナダではそれが大型グマを除いてどんな領銃にも適切であることが分かった。オーストラリアでは軍から放出されたライフルの重心を303-22口径や303-25口径に回収するのが一般的だった。 南アフリカでは、ボーア戦争の間に、ボーア人によって露覚された、イギリスのリーエンフィールド小銃が、狩猟銃化されて、比較的小型のインパラから、大型のオオカモシカとシマカモシカまで、何にでも適切であるとみなされて、多くのハンターに人気になった。最初に採用されたマーク1は、質量215グレインの円筒形状で、鉛の断身を、銅、 ニッケル合金の飛行で覆ったフルメタルジャケット弾であった。装薬は圧縮黒色火薬である。マーク1のジャケットは無塩火薬で用いるには薄すぎたため、マーク2ではジャケットの厚みが増やされた。蒸気の円筒弾が実戦で使用されると、特に1897から98年のインド北西辺境のチトラルとチラーエンセの間に限られた数が支給された。 ダムダム弾と比較したとき、威力不足であることが分かった。この戦訓は、マーク2弾丸のジャケットを削って弾頭部を露出させた、正式名、SA ボール303インチコルダイトマーク3の導入につながった。同様のフォローポイント弾は、マーク4とマーク5の最初の生産型でも採用された。 これらのソフトノーズのホローポイント弾は人体に対して恐るべき威力を発揮したが非人道的であるとして批判され、1899年のハーグリック戦条約によって禁止された。こうした弾頭が拡張する弾丸は用途廃止となり製造済みの在庫品は射撃練習に使用された。それらを置き換えるためにマーク2と同様の円筒弾だがより薄いジャケットを 採用したマークロックが1904年に導入された。薄いジャケットは弾頭がいくらかでも拡張するかもしれないと期待してのことだったが、そうした事例は起きないと判明した。1898年にフランスで初めて採用され、各国にも広まった戦闘弾、いわゆるシュピッツァー弾は弾丸デザインを変革した。また、戦闘形状に加えて、 より高い方向初速を得るために弾丸自体も従来よりもずっと軽かった。それは弾丸の速度が上がるに従って対重威力が急激かつ大幅に致命的になることが分かったからであった。1910年にイギリスはマーク6弾をより現代的なデザインに置き換える好期を得た。マーク7は174グレインの先頭のフラットベース弾を採用した。 この設計により2440フィート S の方向消息が得られた。一般にマーク7はよりマーク6までの303段もしくは一般的な戦闘弾のデザインと異なっていた。マーク7段は普通のフルメタルジャケット戦闘弾に似ているが、これは外観だけである。設計者は意図的にマーク7の弾丸の前方3分の1には、 鉛の代わりにアルミニウムかテナイト樹脂あるいは圧縮された紙を充填した。それは弾丸の先端を軽くすることで弾丸の重心を後方に移動させるためだった。弾丸は重心のライフリングによって加えられた先天力のために飛翔中は安定しているが目標に着弾する際に従来型の弾丸とは非常に異なった挙動を見せた。弾丸が 目標に命中して減速するとすぐに、重い鉛の後半部分は乱暴な横転と弾丸変形を引き起こした。それによって、標準的な戦闘弾よりもずっとひどい重装を負わせた。それにもかかわらず、この弾丸は、ハーグ陸戦条約の初期定に合致し合法だった。後に、同様の原理の弾頭が 7.3551mm、 カルカの玉や 5.245X39mm 弾、5.56X45mm ナト弾に採用されている。マーク7弾にはニトロセルロース創薬を利用するバージョンがあった。ニトロセルロースバージョンであることは、例えば重量175グレインのマーク 7Z のように、形式名の末尾の表示と薬莢底部の刻印の Z の文字で示された。 第一次世界大戦中の1918年4月21日に今まで発砲された303ブリティッシュ弾の中でおそらく唯一の最も有名な事件があった。その時、マンフレート・フォンリーヒト・ホーンは一発の303マーク7弾を受けて瀕死の重傷を負ったのだった。1938年にマーク8弾が ビッカース重機関銃の射程を延長するために採用された。マーク7弾薬よりわずかに重い175グレインで一番の違いはボートテール弾と増量された装薬だった。装薬は2525 25から2900フィート S の方向初速を与えた。その結果、薬質が受ける最高圧力はマーク7弾の 39000LBF。 スクエアと比べて42000から6万 LBF、スクエアとかなり高かった。マーク8弾薬の断面は長く緩やかな曲線を描くボートテール形状を示し、このことは非常に高い弾道係数を提供する。マーク8弾薬はすべての303インチ小器と機関銃に適していると評されたが、マーク7コルダイトを使用する従来の柿においては、 中空の重大な損耗を引き起こし、このことは発射された、ボートテール弾丸が横弾となる原因とされた。その結果、マーク8弾薬は他の弾薬が利用不可能な非常時を除いて、ライフルと軽機関銃での一般的使用を禁じられた。この公式の禁止に対するいくらか自然な反応として、軍の兵器化はマーク8弾薬を手に入れることができたすべてのものが、 彼自身のライフルで即座に、それを使用したと報告した。鉄鋼弾と栄光弾は1915年の間に導入された。ジョンポメロイ設計の炸裂弾はマーク 7Y として1916年に導入された。チェッペリン飛行船の脅威に対抗するために、いくつかの小夷弾が1914年から個人的に開発されたが、1916年後半にブロックが、 ビリクマーク 7K13 を設計するまで採用はされなかった。海軍予備員でもあるブロック空軍中佐は花火製造会社を経営するブロック家の一員だった。これらの弾は長い期間にわたって幅広く開発されたため、いくつかのマーク番号を付与された。イギリス軍に採用された最後の栄光弾は1945年の G マーク8だった。そして、 最後の鉄鋼弾は1945年の W マーク 1Z だった。そして最後の焼夷弾は1942年の B マーク7だった。炸裂弾は弾丸内部に充填できた作薬が比較的少量だったために有効性が限られていたので、1933年以降はイギリスでは作られなかった。炸裂弾の役割は、 マーク6とマーク7小委弾で代替可能だった。1935年に機関銃で使用するために303オーマーク1観測弾が導入された。この弾丸は着弾すると爆裂して、伊てに白煙を示すように設計された。もし必要なら、やはりマーク6とマーク7小委弾で代用することもできた。第一次世界大戦の間に、 イギリスの工場だけで303弾薬を70億発製造した。さらに他国でも大規模な生産が行われた。日本で製造された303ブリティッシュ弾5種類の断面図日本はイギリスのルイス軽機関銃を元にした留め式 7mm7 旋回機銃とビッカース E 型重機関銃を元にした非式 7mm7 固定機銃を 使用弾薬とともに、ライセンス生産し、日本海軍航空機に搭載した。イギリスの機関銃の日本版によって使用される 7.7mm、実砲は、303ブリティッシュ弾のリムド実砲と同規格であり、日本陸、海軍の他の機関銃やライフルで使用される7.7、58mMSR のセミリムド実砲や、7.7、58mm あ坂の、 リムレス実縫と明瞭に異なっている。日本海軍の標準普通弾薬は、イギリスのマーク7実縫と非常に似ていた。両方とも同じ弾丸重量で、同様のテールヘビー設計を断面図から見ることができる。軍が放出した余剰、303ブリティッシュ弾薬は、特に重機展示即売会やオンラインディーラーによって、しばしば入手可能である。 これらの来館は腐食性である場合と、非腐食性の場合とがある。勾配の前、または下記に装填する前に、適時に弾の使用を特定することが要注意点である。ローマ数字8がヘッドスタンプにある実縫は、ビッカース重機関銃での使用のために特に設計されたマーク8弾である。マーク8弾役は、ビッカース重機関銃ではうまく機能するが、ライフルでは、 ボートテールデザインが重空の魔ンの増加を引き起こすので使用するべきではない。マーク8弾薬のボートテール形状をした弾丸デザイン自体には問題はないが、もしこれ台と創薬組み合わせて用いると重空の小損が増加した。第二次世界大戦の間、ライフルでマーク8弾薬を発砲することにより小損が累積される効果は知られていた。そして、 イギリスのライフル兵は、非常時を除いてマーク8弾薬を使用するのを避けるよう命令された。いかなる30。303軍用ライフルのための最高の反用弾薬はマーク7デザインである。なぜなら、精度とストッピングパワーの最も良い組み合わせを提供するからである。銃を使用後に徹底的に戦場を整備して、腐食性の使用を取り除くことができるのであれば、 腐食性の雷管を装填した弾薬を使用することに問題はない。東側のいくつかの国は未だに弾薬製造に腐食性の雷管を使用している。商業用ソフトポイント。303弾薬民間用ソフトポイント。303弾薬狩猟目的に適している。303ブリティッシュ弾を使用する下器のための商業用弾薬は、実報がレミントン、フェデラル。 ウィンチェスター、セリアーベロー、ウルフなどの一流のメーカーによって、なお製造されているので、容易に入手可能である。またハンドロード用器具と弾薬の構成部品は、ホーナディ、ライマン、RCBS などのメーカーによって製造されている。ハンドロードに特化した弾丸では、シエラ、ホーナディ、バーンズ、レミントン等のメーカーがある。極限の精度が要求される場合には、 シエラの174グレーンマッチキング、ホローポイントボートテール弾丸がポピュラーな選択である。商業的に生産された弾薬は様々なデザインのフルメタルジャケット、ソフトポイント、ホローポイント、フラットベース、ボートテールなどが戦闘弾と遠筒弾の両方において広く入手可能である。購入者はこれらが テールヘビーのマーク7デザインを特徴とするかどうかチェックしたがっているかもしれないが古典的な174グレインのフルメタルジャケット弾丸もまた広く入手可能である。どのような場合でも主量及び射的の両目的のために例えば150、160、170、180、200グレインのような他の重量の弾丸は入手可能である。 ありがとうございます。